行くぞ。初めてのノーマの友達が。リーノどこ行ったんだ。ご主人に会いに行ったんじゃない。ご主人はあのシビルだって言ってたよね。大丈夫なのかな。リーノ帰ってこい。本当は過去に関わらない方がいいんだけど、式のためにもちょっとだけ探してあげましょうか。失っちゃったわね。おや、ピーノのケースの中にほら、お前らの持ってる四角いのと同じやつ。Bキューブ？そうそう。どうやって動かすんだこれ。うわっ！踊り。パヨパヨ。踊れって言ってんだよガラクタ。拾ってやった恩を忘れんじゃねえよ。私にはそのような機能は搭載されていません。私は大気海洋アンドロイド。俺様は鉄人形のダンスが見てえんだよ。踊れねえの、その足いらねえよな。ああお前のご主人様は誰だ。私のご主人は俺様だ。前の主人のメモリーを全部消せ。それだけはできません。大切な思い出です。許してください。消すんだよ自分で。メモリー消去しろ。できません。おいこのお前、こいつのメモリーを消しておけ。はい、足も直しておきます。仕事には必要で釘でもつけとけ。思い出せません。足も取れちゃいました。帰りたいです、ご主人のもとへ。俺が連れてってやる。止めんなよ。過去とかそんなの関係ねえ。友達が泣いてんだ。止めるつもりはないわ。私だって許せない。それにね、このケースに最終メンテナンスの日付が記録されてる。492年。経緯はわからないけど、ピーノはこの時代より未来のアンドロイド。シビルがそれを利用して悪事をするなら関わっちゃいけないなんて言ってられない。もう過去はシビルに荒らされてるんだ。私たちが止めなきゃ。待ってろよピーノ。キーが全部やっつけてくれるでしょ。うわ、ですね。任せとけ。友達の信頼は絶対に裏切らねえ。リーノを取り戻すぞ。そう。まだまだ改造の余地はあるし。ぶん殴る。19ちゃんと戻ってこれたじゃねえか。てめえの仕事は分かってるよな。はい。よし、この町全部をいただく時が来た。作戦開始だ。町をいただく。何企んでやがるんだ。さて、仕事の前に鉄くず。俺様から逃げ出した罰を与えねえとな。逃げ出したわけでは、ケースごと盗まれたという表現が的確です。俺のせいか。俺様に逆らったらどうなるのか、きちんと教えてやらねえとな。おら、もう片方の足も。シビル様、ワイズ、てめえ、あなたはさっきの。悪いが一度盗んだからにはこいつは俺のもんだ。こいつが金のなる気なのはよーく分かったぜ。お前らにはもったいねえ。このガキ、あいつら。ディーノを返せ。おい、ガキども数人に何手こずってんだ。そんなこと言ったってよ。なんなんだこいつはよ。勝手にやっとるよ。オイラ、破壊生のお尻の下にいるんだけど。ハッピー。じゃあな、ピーノは俺がもらう。泥棒博士が。危ねえ。シキ、そんな。俺はワイズを追う。その女を捕らえとけ、フットブラザーズ。シキ、生きてるよね。ほら、重力でそれ軽くして。ずいぶん派手に暴れてくれたじゃない。それは不愉快な物語。我々はシビル様の懐刀。それは泣く子も黙る蹴りの達人。それは鉄脚のフットブラザーズ。おいほー武器どこかにないの？あった武器。これなら覚悟。ちょっと待った。お前それはいい足じゃねえか。美しい足だよ。足その指先までじっくり観察させてもらえんか。それはかかとも見てみたい。変態せよ。足を見せろ。こいつ客の前に立ちふさがるか。邪魔だお前ら。我らの蹴りを浴びるがいい。おふざけはここまでだよ。シキそんな変なやつらぶっ飛ばしちゃって。ああこんなやつらより早くギーノを助けねえと。反応薄いね。兄どうする？それは練りたぎの刑にしよう。愉快な物語。嘘だろ。フットブラザーズが。キーノとシビルはあっちの方へ。シキ助かったぜレベッカ。いい腕だったでしょ。